ガーデンドクター TV。 はい、ガーデンドクター TV 始まりました。牛ちゃんです。はい、今回ですね、こちら、住友化学園芸が、出展してますブース、ここはですね、ガーデンフェスタ北海道2022のメイン会場になります花フルですね。こちら、そこにね、道の駅エニマがあるんですけれども、その裏手になります。こちらの、販売ブースになっております。ですね、まずはですね、こちら、会場に来ますと真ん中に広い芝生の、広がる場所があります。中央芝生広場花壇ですね。ここの周りにですね、でかい花壇がたくさんあります。虹色の鳥、そしてこちらが、広い、まあ、メインの花壇になるんですかね。あの植栽がたくさんされている場所があります。こちらね、あのぜひ散策していただきたいと思います。はい、そしてこちらのテントのすぐ近く、こちらがですね、エコリン村キッチンガーデンになっております。まあ、キッチンガーデンということぐらいですので、まあ、野菜ですとか果物、ハーブ、まあ、こういったものをですね、まあ、あの見て楽しめるようにデザインしたお庭になっております。はい、そしてこちらテントの裏手にあります、ここがですね、グラベルガーデンになります。グラベルっていうのは砂利という意味なんですが、土を使わない環境を好む植物を選んで植栽されております。まあ、いわゆるですね、この乾燥した砂漠地帯ですとか肥料があんまりないような、悪条件下でも育つような植物をですね、ここではあえて植栽しております。まあ、結構面白い、植物たちが植わってますので、ぜひこれもね、ご覧いただきたいと思います。でさらにですね、その後ろ行きますと、暮らしを営む庭ということで、住まいと暮らしに密着した、庭の楽しみ方、まあ、特に恵庭にね、恵庭市に暮らす皆さん、市民の方の、知恵と経験を使って提案されているガーデンとなっております。まあ、北国ならではのですね、お庭作りの参考にしていただければと思います。こちらのブースなんですけれども、住友化学園芸では、まあ、昨日と今日の出展になりますので、この配信がされる頃にはもうちょっとこの会場にはいないんですけれども、せっかくなのでちょっとお隣のブースのつけてみましょうかね。はい、あ、こちら、ちょっとお隣のブースがありましたので、はい、エニワ魅力ブースということで、はいはい、こちらはどういったものを、はい、こちらではエニワカというエニワ市公式アプリのダウンロードキャンペーンを行っております。はい、はい、ただいまダウンロードをしていただくと、ボールペンクリアファイル、絵本をプレゼント。絵本ももらえそうですね。はい、いいですね。はい、絵本はこちらです。お、はい、結構しっかりした。キュンちゃんのキャラクターを描いたソラさんの作、花フルが舞台となったエニティのお話です。お、いいですね。はいはい、こちらブースはいつまで出されてる感じですかね。はい、今週は、日曜日まで、7月3日まで、はい、ということなので、7月16から18の3日間もやります。出てくるんですね。はいはい、ぜひじゃあ、はい、こちらもですね。はい、そして こちらふるさと納税の紹介ブース、これ回してですね。はい、ぜひあのこちらのね、のエニワ魅力ブースの方にもお尋ねいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、ということで、ガーデンフェスタ北海道2022ですね、7月の24日まで開催されておりますので、あのぜひ会場の方にお立ち寄りいただきたいと思います。あの我々のブースは、今日までですので、この配信をされる 頃にはもうちょっと会場にはいないんですけれども、たくさんですね、あのブースも出ております。結構いろいろね、珍しいものなんかもね、販売展示もされておりますし、まあなんといっても、花壇がもうとにかく圧巻ですので、あのぜひ足をお運びいただけたらと思います。来てください。